尾サベ・介は、フジテレビジョン編成局制作センター制作業務室、長。祖父は、元最高裁判事の尾サベ・キ吾。父は、作家で、日本芸術委員,委員長の黒井仙次。海上高等学校、慶応義塾大学文学部普通文化を卒業し、1987年、フジテレビジョン入社。入社当初は、音楽番組の制作に携わり、 夜のヒットスタジオの AD を経てヘ、ヘイ、ヘイ、ヘイ、ミュージックチャンプには放送開始時から関わる。その後ドラマ制作部へ移動し、美女か野獣、離婚弁護士、遺留、チームメディカルドラゴンマイナス、フジテレビ開局50周年記念ドラマ、不毛地帯などの人気ドラマのプロデューサーを歴任。2011年には、演劇ユニットチームサルの舞台、朗読劇、カモリキタンにて、 テレビドラマプロデューサーでありながら、初めて舞台作品の構成、演出を手掛けた。2010年6月29日より、編成制作局ドラマ制作部長。2013年6月27日より、編成制作局ドラマ制作部、チーフゼネラルプロデューサー。2016年6月28日より、制作局第一制作センターに改称。 2017年7月1日より年食。ありがとうございます。